るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラさん、見てるくるぶしです。君と過ごしたあの夏、僕はちょまです。3回ぐらいやってますけど、何元ネタが分かんない。今日はですね、前回買ったお弁当を持ってですね、ちょっとまあピクニックしながらお散歩しようじゃないかと。やったぜ。ついについに XS10 のまた写真が見れるわけですね。そうですね。嬉しい。富士のフィルムシミュレーション好き。もう調べてるね。俺富士に移行しようかな。長者がアルファ1を買うということで。かわいい。バカだよ、あのカメラは本当。今日はですね、スカイツリーの真下にある隅田公園。お、都会の中ではまあまあ落ち着いた感じで、まあ緑があって、うん、なおかつこうスカイツリーがすぐ近くにあるんで、素晴らしい、ね、完全に映えスポットや。映えスポットです。年始めのね、お散歩、しつつ、弁当食らうわけですね。弁当食らう、謎の動画になっております。楽しんでいきたいと思いますので、皆さんお付き合いください。レディゴー。僕が拳銃撃っていく。ちょっとね、そうやわな。すごいわ。覚悟を決めましょう。バカ弁当。バカ弁当。いただきます。ちゃんとね、美味しくないとね。かてえな、やっぱ冷たいから。うん。あ、うまい。無理だ。でもね、味はちゃんと美味しい。うん、美味しい、美味しい。バカチャーシュー。バカチャーシュー、めっちゃうまい。バカチャーシューめっちゃうまいっておもろいな。チャーシュー足りてます。チャーシュー足りてます。はい、足りてます。ちっちゃいのがある、うん、足りてる。あ、これこっちは薄いっすよ。あ、あるの、なんで、うん、バカチャーシューの方が。バカチャーシュー、バカうめぇ。ほんとうまいね。やわらかっ。ね、やっぱ深いね。深い。米が、うん、5センチ近くある。なんか、部活のやってることがいいよね。あー、それはいいわ、ほんまに。めっちゃいいと思う。アグリーブ。いやー、めっちゃいいよね。大丈夫。今腹何分目です。9。おぉ、あと今腹何分目です。14。これ多分頑張れ全部いけるんですけど、うん、美味しく食べたいですね。うん、確かめ行くかな。あ、俺本当に行く。ね、残りはね、うん、ちゃんと温めて、そうね、おいしくいただきましょう。うん、これでもめっちゃおいしかった。うん、美味しかった。半分ぐらい、うん、いただきました。あと3分の1ぐらいかな。ごちそうさまでした。はい、弁当チャレンジも終わったところで、うん、ちょっとここからは公園内、はい、お散歩して、そうですね、回っていこうと思います。ちょうどいい感じだよね、今。ね。行きましょう。うぃー。くーちゃん、俺弁当持つよ。
あ、すいません。モテそう、モテそう。そうね。取り切った。そうっすね。大丈夫です。いいえ。はい。では車戻りますか。はい。戻ってまいりました。いつもなんていうかもう不安だった。いや、やっぱ写真楽しいな。楽しいね。いっぱい撮りましたね。撮れましたね。ちょっとこの後いっぱい出るんですか、写真が。うん、そうですね。二人の写真が。はい。ちょっと俺途中うんこ行ってたんで。俺結構うろうろしてたけど、クルちゃんがいねえってなったから、途中。弁当食ったってめっちゃ。いや、そうなる。あんだけ食ったらそうなるよ。いやでも非常にね楽しかったね。いや、うん、楽しかった。いやもうちょっと俺はもう XS10 の写真が楽しみでございます。いや、まあ、楽しみですから。いやめっちゃいいよね。ちょっと滝なんかも、うん、おマジで滝なんかあった。ちょっと奥に行けば、ね、うわー見てねー。後ほどお楽しみください。よろしくお願いします。今日はね、こんな感じで。もうちょっとね俺お腹いっぱいで眠くなって、あだちゃんモード入ってた。隅田公園ね、いましたけど、皆さんもね、大体気をつけつつ、こういうちょっとピクニックなんか行ったらどうでしょうか。いいと思う。ダイブでね、ダイブでね、近いから、めっちゃ近いからこれ。はい、今回は、ダイブの弁当を食いつつ、おシャンポ、してみた、お送りしました。ありがとうございます。お腹いっぱい焼きまんこ。どういうこと。したくない。